どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画ではこういったタブレットだったりスマホだったりパソコンっていうものを一切いじらない時間を作ります。でその時間で自分のことを見つめ直すっていうことをするとどんどんそのライフスタイルというのが身軽になっていくっていうのを、まあ、伝えたいメッセージになります。はい、ということで、ちょっと日本語がおかしかったですけども早速動画をご覧ください。どうぞ。おはようございます、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ちょっとみすぼらしい格好をしてすいませんみたいな、昨日8時10時ぐらいですかね、もう疲れてそのままバタンキューしてしまったので、そのままの格好、昨日のまんまって感じですね。はい、では疲れもちょっと溜まってるのかなというふうに思いましたので、今日はデジタルデトックスデーにしようと思います。それに今日は天気がめちゃくちゃいいです。なので今日は出かけないわけにはいかないということで、デジタルデトックスをしながらスッキリ空間の方に行くっていうことをしたいと思います。それを今回はシェアって形ですね。それでは、その前にこちらの前使っていたカーペットと机たちを、粗大ごみに出したいと思います。はい、すっきりしました。感謝の気持ちを込めて手放したと思います。はい、そしてもろもろの作業をしていたら10時ちょっと過ぎになりました。ということで今からデジタルデトックスを始めていきたいと思います。でこのあとジムに行きます。ジムに行ってちょっと運動トレーニングをした後にそこにそのシャワーがあるのでそのシャワーをファーって浴びてすっきりしていきます。でその後今日やりたいのがですね、ちょっと墓参りというか、はい、ご先祖さんに挨拶しに行きたいなっていうふうに思ってるのでその墓参りをやります。でその後その周辺のスッキリ空間をこう撮りながら皆さんにお届けしながらっていうことをやって、であとはカフェに入ってゆっくり本を読んで今日一日を過ごすっていうことをやりたいと思います。今東京の気温が7度らしいです。めちゃくちゃ寒くなりましたね。一気に寒くなりましたね。僕これつい先日買ったんですけども、もうこれだけじゃ外出られないって感じです。そう、でも冬服は前回その去年断捨離しちゃったので今全然ないんですよ。おお、どうしようかな。まあとりあえず頑張ってあるものを着て外出かけます。そして今日はデジタルデトックスということでこれらは家に置いていただきます。ということで終わりましたけども寒いですね。なんか出かけたいんだけど出かけたくないっていう、家にいたいっていう、どっちゃねんっていう、なんか複雑な心境です。はい、ということで、ザトラノさんの近くまで着きましたけど、あったかいですね。いい天気で今日は本当にお出かけ日和って感じがします。前回来たのが1年半前ぐらいだったと思うのでかなり記憶が曖昧だったんですけども、あ、無事に着きました。ありがとうございます。いただきます。はい、ありがとうございます。
ちは。寝てました？起こしちゃってごめんなさいね。はい、終わりました。久しぶりに行きましたね。あ、他にめっちゃ藻が生えてました。すごい申し訳なかったです。でも掃除を終えて、手を合わせて御殿さんに挨拶したらものすごい清々しいです。はい、ということで今スマホないんですけども1時半らしいです。1時半ということでもうちょっとじゃあスキル空間を取ってその家をお届けした後にカフェに入って本でも読みたいと思います。あー、すごく気持ちがいいですね。こうやってぼーっとするの本当に好きです。はい、ということで帰ってきました。ただいま。いやー、めっちゃ寒かったですけども、でもすごい楽しかったです。じゃあちょっとまとめに入りたいので、はい、部屋に戻りましょう。はい、ということで帰ってきましたけども、もうなんかもう今すぐ触って確認したいみたいな、連絡来てないか不安だったんで今すぐ確認したいっていう感じがするんですけども、でもやっぱりあれですね、情報を取り逃してないかだったり、なんかその緊急な連絡が入ってないかみたいな、そういう恐怖心みたいなのがやっぱりありますね。すごい感じました。まあ、僕個人的なあれですけども、やっぱずっと常に仕事のことばっか考えてたなということは思いましたね。そう、気になったらさって、やれるので、この動画は何もデジタル世界から離れましょうとかっていうつもりは一切なくてですね、その自分を見つめ直すためにちょっとこういったあのデジタルなもの IT なものからは距離を置く時間をとってもいいんじゃないかなみたいな、そういうことが伝えたかったので、何もこれをスマホを断捨離しましょうみたいなことを言うつもりはないです。スマホがなかったことで僕は電車の乗り換えミスりましたし、あとは何でしょう、道、どのお寺だっけみたいなのも迷いましたし、そう、いろいろこうちょっとスマホがあればささっと調べられるようなことに時間がかかってしまったので、そういったものはありますけども、なので、まあ、スマホだったりこういったガジェットは手放すことはできないですけども、ただ距離を置いて自分のそのを見つめ直す、自分を見つめ直すってことはできるかなと思いますので、もし今回興味がある方はですね、ぜひやってみてもらったらいいかなというふうに思います。ということで今回はこういうスマホだったりネット環境につながるようなものを家に置いて外に出てみましたけども、いかがだったでしょうか。もし今回その絵的に面白かったですとか内容が参考になりましたと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。